そんな感じでラジコン購入してみました、ので、ちょっとそのラジコンの方をね紹介したいと思います。こちらじゃじゃん、結構これね、もうこれアマゾンで3000円ぐらいで売ってるのにすごい出来がいいんですよ。ラングラーです。かっこいいですね。なんとね、これこちら、水陸両用ってことで、リモコンこんな感じです。水陸両用ってことでね、ここバッテリー入ってるんですけれども、ここのねバッテリーのケースのところ、これもすごいねしっかりしてて、僕はまだ水たまりのところは走らせたことないんですが、まあ、水たまりでも走れるっていうことですね。で、実際走らせてみて、外走らせてみたんですけれども、すごいね、やっぱパワーもあるし、やっぱこのタイヤも結構でかいので、土のところとかでも結構グイグイ走ります。いいです。で、スイッチのところとかもちゃんとこう防水ので、こう、水入んないようなね、作りになってますね。こんな感じです。ちょっと走らせてみたいと思います。はい、そんな感じでですね、部屋の中ですが、ちょっと走らせてみたいと思います。どうですか、結構パワーありますね。あ、操作下手です。これすごいいいのが、ちょっと待ってください、これ分かりにくい。走ってる時にこうライトがつくみたいな。ねえ。見えた。あ、下手くそですね、操作が。ほら。こんな感じで、ライトがつくんですね。これがかっこいい。つうかね、もう、3000円でこのラジコンとかマジ、クオリティ高くいて、あら。すごい、素晴らしいですね。ボコボコぶつけてますよ。下手だな。下手ですね。よいしょ。こんな感じで行きますよ。どうぞ。かっこいいです。3000円でこれだったら超いいですね。いいです。前から見てもかっこいいです。ライトつきます。進む時にライトつきますよ。